こんにちは。4次関数、微分の基本問題ですね。4次関数が極大値を持たないような K の範囲を求めてくれると。まあ、4次関数で4次の係数が正なんで、まあ、形としては、まあ、こんなのがダメですよ、先生。極大値を持つと。じゃない形っていうのは、まあ、放物線のような形。放物線じゃないですけど。とか、あとは、お米の角のような。こんなんでも極大値はないですよね。まあ、そもそも極大値って何って言ったら、ある元の関数、ある関数が増加から減少に転じる場面があるのが極大値ですよね。だこれ増加から、ここで減少してないで増加増加だから、まあ、こういうのは極大値とは言わないと。で、増加っていうのは、これは f'x、微分した関数が正の時に元の関数は増加だし、微分した関数が負の時減少と。まあ、ですから要するに f'x っていう関数のグラフがこんな場面ですよね。プラスからマイナスに転じるような場面があると極大値が生じますよと。で、微分した式っていうのが3次関数なので、じゃあ微分していきますか。f'x は 4x3 乗。これ全部4でくくれるから、くくっといて 4x でくくります。4x の3乗をマイナス24だから 6x。で、プラス36だから 9k と。まあこれ3次関数ですよね。三次関数が、三次関数なんで、まあそもそも三次関数が極値を持たない単調な増加だったらもうこういう場面は絶対起きれないと。で、極値があったとしても、これだったら、こういう場所はないし、こういうとこでも、こういう場所は生じない。ですからまあ、こう、極値があったとしても、こういう、これだったらギリ OK ですね。なんで、要するに、この極大値を持たないっていうのは f'x イコール0の解が1個、もうこういうのだともう絶対 OK だし、1個か2個、要するに相違30個あっちゃダメですよっていうことですね。相違30個なければいいよと。なんでこれイコール0で、これってx イコール0がもう明らかな解。これがまあ実はこの問題のまあちょっとした落とし穴という落とし穴です。解が1個。解が1個っていうのはもう1個あるんで、こっちが実数解を持たなきゃいいということで、x 2乗マイナス 6x プラス 9k イコール0が解を持たないので、4分の d イコール9マイナス 9k が負なら解を持たないし、10回でも10回1個か2個なんだから、1個か2個だから、10回と0も OK だから、まあ、0以下なら OK ということで、K が1以上なら OK。で、これでおしまいにしちゃうと、まあ、ダメなんですね。解が1個か2個の2個っていうのが、こっちが、この二次方程式、イコール0の二次方程式が、0と何かだったら、0っていう重解ともう一個という2個が起こり得るんで、x 2乗マイナス 6x プラス 9k イコール0が、x イコール0を解に持つときも、まあ、やっぱり条件満たすと。x イコール0が解になるんだから、9k イコール0。k イコール0のときも、実際に x 括弧 x マイナス6イコール0だから、x は0と6なんで、0っていう重解と6っていう解が2個だから、結局 k が0も OK ということで、k がの範囲は0か1以上ということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。